トウモロコシが美味しくなる保存方法を教えてもらいました。ポイントは皮なんです。ふっくらした食感に甘みがたまらない今が旬のトウモロコシですが、美味しく保存できるベストな場所は常温？冷蔵？それとも冷凍？実はポイントは皮なんですが、どこだと思いますか？冷凍？うまさを逃さない。食べるものは全部冷蔵庫に入れるのかなって思うんで、はい、もう夏場だし。冷凍庫だと乾燥しそう。ベストな場所は常温？冷蔵？それとも冷凍？皮がポイントとはどういうことなのでしょうか。農林水産省の広報誌を監修する料理研究家で食品保存アドバイザーの島本さんに教えてもらいました。薄皮がラップの代わりにもしてくれてるので、ちゃんと保存すればトウモロコシは3ヶ月持ちます。トウモロコシを美味しく保存するためのポイントは皮。するとベストな場所は常温、冷蔵、それとも冷凍？この時期に食べたくなる旬のトウモロコシですが、美味しく保存するためのベストな場所は常温、冷蔵、それとも冷凍？皮がポイントとはどういうことなのでしょうか。農林水産省の広報誌を監修する料理研究家で食品保存アドバイザーの島本さんに教えてもらいました。トウモロコシは収穫後どんどん栄養素が落ちてきてしまう野菜なので、購入したら冷蔵室で保存ではなく冷凍するのがおすすめです。トウモロコシを最も美味しく保存するには冷凍するのがおすすめですが、なぜ皮が重要なのでしょうか。薄皮だけの状態にしてから、その上からラップをして冷凍用の保存袋に入れてもらうと、冷凍室はやっぱり乾燥してるので、ラップだけだと守りきれない、その冷気、冷たい空気とか乾燥から身を守ってくれるので3ヶ月ぐらい持ちます。冷凍室での保存の敵は乾燥です。そこで重要なのがトウモロコシの皮を残すことなんです。さらに皮を残すとこんなメリットがあるそうです。ラップを剥がしてこの状態で熱湯で茹でてください。その方が身が縮まらずふっくら茹で上がります。さらに甘みも逃げにくいので、いつもより美味しいゆでトウモロコシになります。あ、そうですか。それはとても役立つ情報をもらいました。はい、この保存法なら3ヶ月持つので、トウモロコシのシーズン終盤9月頃に保存すれば冬まで美味しく楽しめるということです。